なんかのプレゼントの内にねアクショナケけはアンチ学習になるかっていうことで記事になってましたけども<い>あ久しさまが、ね、学習院じゃなくて筑波大不属高校へ進学をされたことはね、まあ、戦後初のことで眞子さんと佳子もまも、あ、大学からは学習院じゃなくて愛しようとこですけども、うん、まあこの記事はね昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員の藤沢志保子さんのね記事ってことですけども、まあ、初めて、ね、聞く名前ですけども、うん、まあこの記事はね学習院女子と公室という本を 一部も再編集したものってことで、はいはい、大学に関してはね、学習院以外を、まあ、選択をしたのはね、マークさんからではないってことで、うん、まあこのね、つぐかがまが、あ、最初でね、まずこの学習院女子大学に進学をしたけども、大学をしてね、はい、エディンバラ大学に留学をした後に、早稲田大学のね、国際教育学部1年生として入学をしたってことで、はい、そしてまあ森綾子さんも城西国際大学福祉総合学部にね、入、まあ、学ということで、うん、まあこの戦前は学習院で学ぶことがね、 定められてましたけども、まあ、この戦後は、ねまあ、決まりかのくらったということで、うん、森綾子さんは福祉の、ね、大学ですけども学習院では、ねまあ、学部も少ないんでということで、まあ、学習院ではなくて、ね、福祉大学を選んだということでそれでね通行様も留学生が多くて英語で授業が行われる学習環境をということで選ばれたるんですけども眞、うんね、子さんは英語の授業の ICU ということですけども佳子さまは、ね、英語の授業だけサボるのに、ね、<laughs> 学習を退学して。<laughs> ICU ってことこで、はい、まだそこでねみっちり頑張るんだったらいいんだけども、うんまあ、卒業論文も英語じゃなくて一人だけね日本語で書いたってことで<あー> <laughs> しかもね久しさまに関しては幼稚園から学習院じゃなくてお茶の水にね特別入園ってことでこのね理由がまあ3年保育ってことなんでしょうけども、うん、まあそのね黒田清子さんに関しても1年だけね柿の木坂幼稚園に入園して、まあ、そこからね学習院に行かれたってことで菊<う>、まあ、子さまがねお茶の水女子大学で研究員としていて特別入園制度をね作らせて。 第1号で久しさりが入院したわけですけども、はいはい、学習院ではこの愛子さまをいじめる学生のトラブルはあったけどもね、なぜで学習院の小学校じゃなくて、お茶の水にしたのかということで、皇族方を受け入れるノウハウがある学習院じゃなくて、なぜ受け入れ態勢のないお茶の水に、ね、したのかということで、こういった周囲のことを考える気持ちをね、アクション権どれぐらいあったのかということで、先生<ー>の頃ね、桐子様に関しては、父親のね、川島達彦さんが学習院大学の教授で、 教職員宿舎に住んでね 3LDK のプリンスと呼ばれてましたけども、うん、まこの家賃は格安で、娘がね学習に通う場合は学費も、ね、半額ということで、<ー>そしてまあ研究活動でね海外に行って学習を、ね、休学して帰国後にはこの在籍をして、進学校者などと、ね、同じ学年に戻れる制度があって、はい、まあその制度を、ね、活用ということで、うん、まあそれは、ね、このインドネシアで日本語を勉強する学生ですらね日本語は 難ししいことがね伝わってきましたけども,も、ね、誰ものこの海外に行って日本に戻ってきてもね、まあ、日本の授業にねついていけないんちゃうかなってことで <laughs> こ人々もね人々っていうことで <laughs> イギリスの戴冠式を終えたお声掛けじゃ、ねまあ、何言ってるか分からなかった、うん、ですし日本語が、ね、今でも苦労してるみたいですけども <laughs> まあそれもその職員に、ね、バカにされたと感じ取ったら、まあ、犯人になるんでしょうけども <laughs> で、ねまあ、ちなみにこのアクシャンさんに関してはね都市伝説めいた話として学内ではね 学習院大学に内部進学するときの足切りラインがね、その年だけ引き下げられたっていうことも、ね、書いてましたけども、ただまあこれはね、あくまでも都市伝説で、まあ、高校時代もね、大学に進学してからね、家庭教師について、まあ、必死にね、勉強されたと、まあ、聞いたということで、この辺はね、まあ、証拠がないんで擁護してましたけども、<ー>まあこれね、学習院は厳しいようで、中学校でもね、まあ、昔はね、留年があったということで、はい、もしかすると、この引きこさはこの留年するのが嫌でね、 まあ成績悪くてもね、何度かまあ引き上げてもらうということで、そういった気持ちもねあったんかもわからないですけども、えー、ちなみにこの過去様に関してもね、学習院大学の新設をされたね文学部教育学科に進んだけども、2年生で中退して ICU にまあ入り直すということで、通常はこのね、学習院大学に新設された教育学部も、1年目はねまあ倍率が高くなるんだけども、やめちゃうということで、うん、おこの過去様に関してはね、これまでその東京経済に、 受験に失敗してという話もありましたけども、はい、まあでもここではね、ICU の英語入試に失敗して、やむなくね、学習に進んだと、まあ、学習に応じるの、ね、話として書かれてますけども、ね、まあこれね、退学をしてまで ICU に行きたかったんだったらね、まあ、浪人していけようということですけども、学習に選ばなかったのは優等生のありと成績不いのね、アキさんまで、まあ、大学じゃね、自分の作りたいサイクルを作って遊んでただけでね、あ<ー>あ今はこの逆に成績が悪いのがね、ばれてるし、まあね、居心地がね、 あ悪いんじゃないかということですけれども、<ー>まあこの学校の運動会とかでもね、誘導されなくても、この貴賓席に進んで座るのが、あの者様で、はいはい、そうしてね、一般席に座ろうとするのが、天皇陛下で、周囲をね、逆にその慌てさせてしまうということで、<おー> <laughs> まあ運動会当日に天皇陛下のためにね、一般席を確保してくれていた姿をね、見て、まあ、それから貴賓席にあ座るようになったということで、<ー>まあそういったこともあったからね、天皇陛下は信号とかでも青でね。 まあ警備がねしやすいようにということで、行かれてるんでしょうけども、<ー>でも逆にね、白島のさんに関しては、こういった時だけね、特別扱いをするなと言って、赤信号で止まってね、でまあ、渋滞にはまると、後ろからね、運転席を蹴り上げたりとか、理不尽。犯人になるのかなってことで、あと<ー>、まあ、で、どんどんね、航、ま、空、あ、警察もやってられるかってことで、まあ、愚痴をね、言うようになって、まあ、指揮が下がってしまうのかなってことで、<laughs> まあ結局ね、兄にまあ出張してるからなのか知らないけども、久<ー>しぶりさんもね、東京大学に進学させたら、まあ、勝ち誇れるぐらいにしか、 思ってないかもかんないいかかもですけども性格が全然違いますね、本当。そうですね、うんまあちなみにこの秋山5歳とね、久志様が熊本と宮崎を訪問したときにね、焼け畑の業の件でお話を聞いたおばあちゃんがね、亡くなったということで、はい、この、ね、99歳ということですけども、久志様がね、会って話を聞いたのは、まあ、今年の4月ということで、うん、まあ99歳はめちゃくちゃね、長生きですけども、はい、それでも亡くなったけ件はね、コロナじゃなくて、普通にね、老衰で亡くなったということで、まあ、報じられてますけども、はい、まあつまりね、この久志様はこのね、老衰で亡くなった、 シーバ・クニコさんとね、まあ、話をしたのかってことで、この焼き跡のことでいろいろとね、話を聞いたようですけども、まあ、そのね、2か月後にも亡くなるといことで、しかもこの99歳になるとね、ひ孫が57人もいたということで、ほ<ー>、ね、息子さんがこの秘境宿をやっていてね、おばあちゃんが取ってきたね、野菜の天ぷらとかも出されてるとかもしてね、はい、だからまあ子供さんもしょっちゅうね、あいってたのかもわからないですけども、うんだから久しさまが来たことかの真相とかもまあ知ってると思いますけども、まあ、これがね、 言わということで、うん、まあこのね、焼け跡のほうということですけども、なぜそこの番組で紹介したって話によると、現在実践されてるのはね、息子さんで1回やるごとにね、100万円の赤字になるということで、うんでまあ、おばあちゃんの代からね、やってきて、本業はね、焼け跡のほうを実践する農家として、森をね、森林に循環型農法といわれていて、うん、全国でね、なりわいとしてのはここだけってことで、はいはい、あそういったね、プライドがあるんで、赤字でもね、これまでやってきた維持とか、まあ、プライドがあるみたいですけども、維持っすねそうですね。 秘境宿のきっかけとかも、焼けた農業の見学者とかね、見学に来た人が泊まるところがなかったんでね、まあ、それで民宿をまあ開こうとね、まあ、考えたということで、うん、でおばあちゃんからね、話を聞いたことになってるけれども、まあ、これがね、漏水で亡くなる直前ってことでね、まあ、どうかなということで、はいしかも話をした時間が短い時間でね、もう漏水しきってるおばあちゃんがまあ弾丸トークでね、焼けた農業に関することを教えてくれたともね、思いないということで、うん、ニュー w ポストセブ7の報道によると、滞在時間は1時間のことで、 ましかもね、久しさまはノートを取ってないということで、彼女の身を見ながら、じっと耳を傾けられましたとね、あって、ちなみにこのね、僕のチャンネルで話してる内容はだいたいね、7000文字ぐらいで20分弱ですけども、1時間にすると2万文字ってことで、かなりね、他のチャンネルと比べると、早口のね、チャンネルですけども、朝で1時間で2万文字ってことで、アジアのケイちゃんのチャンネルだったらね、僕のチャンネルのスピードと、 半分ぐらいのねスピードで、まあ、それでもね1万文字ってことで、お,<ー>あこのおばあちゃんがね、アジアのケイちゃんよりも早口で、ね、話したとも思えならしいね。うん、まあつまり、1時からの最大で聞けるね文字数っていうのは、1万文字程度ってことで、はいはい、でも当然ね、会話のラリーがあるはずで、他にも、ね、会話せずに、一方的におばあちゃんが話してる内容に、ね、耳を傾けられていたらね、自国絵図ってことで、うん、おばあちゃんがね、ボケてまあ暴走しているとしか思いませんけども、<laughs> そ,れまあそんなことは、ね、ないだろうから、会話の、ね、ラリーはあったはずなんで、うん、それだとしたらね、 半分は久しさまからまあ話しかけたんじゃないかということで、そしたらまあ5000文字しかね、情報を引き出せないしね、うん、まあ先ほども言ったように、アジアのケイちゃんよりも早いとこのわけがないんでね、うん、聞き出してもね、3000文字ぐらいの情報ではないかなということでお<ー>、その程度の情報でね、焼け跡に関する情報は全てね、引き出すのは難しいかなということで、まあね、まあそもそもね、熊本に行ってない可能性の方がまあ高いんちゃうかということでねはい、はい、一応さ、言ってる設定なんで、もしこれでね、 焼き方農業で賞を受賞したらありませんけれどもまあでもね今年は何かしらの賞はまあ受賞するのかなってことでええまあちなみにこのね焼きた農業に関して論文をね書くとしたらすでにテレビで紹介されて毎年100万円赤字でやってますってことねまあ参考にされたわけだし焼きたの特徴はね生産性も低いし不安定でね毎年赤字なのにそれでね論文を出すとしたら有益なものしか無理だろうしまあねだから論文を出してね賞を受賞するとしたら99歳の間抜けなおばあちゃんが いましたっていうことで、まあこういった取り組みをしたら、焼けた農業もね、利益を出せるのに、毎年ね、100万円、赤字でね、やってたようですってことでして、まあそっちの内容でしかね、賞は、まあ、受賞できないと思いますけども、はぁ<ー>。まあちなみにこの、ね、こね読売新聞とかも記事にしてましたけども、うん椎葉仁子さんはね、ドキュメンタリー映画とかにもね、集落の暮らしぶりとかを、収穫客からね、語ったりとかして、持続的、循環的な有機農法をね、伝えてきて、うん植物にも詳しくて、歩く植物図鑑もね、 弱いというようですけどもこういった、ね、長年の焼き畑をはじめとする農林業が評価されてね、うん、世界農業遺産にまあ設定されたということで、<ー>まあ最近はね民宿業を削いだ息子さん夫婦と3人で暮らしてたけどもね、うん、まあこの下半身を悪くしてから、昨年夏からね、村内の特別養護老人ホームにね、まあ、入所したということで、はい、まあ息子さんによるとね、約1か月前に体調を崩すまで食欲をもあってね、職員さんとおしゃべりするとか楽しんでたようですけども、<ー>でも、まあ、1か月前ってことなんで、 様が九州へ旅行に、ね、行ったあとぐらいかなってことで老人ホームは同じ村内ってことなんで被災様ね会っててもおかしくないですけども記事、ねまあ、にするんだったら、ね、老人ホームでってことで、まあ、なるかなってことで <laughs> ま,あまるで、ね、自宅で聞いたような書き方でしたけども、うん、まあ老人ホームで聞いたのかなってことで、はい、なおさら、ね、弾丸トークは無理だと思いますけどもそらは、ね、あもし会、ね、ってるんだったら、まあ、おばあちゃんが熱心に被災様に教えてあげてるのに、ねうん、ノートも取らずにひたすら、ね、無表情で耳を。 肩けてるからねおばあちゃんも恐ろしくなってね、まあ、気分を悪くしたんかもわからないですけどもまあ99歳だったらねちょっと耳も遠くなってるでしょうしねこう会話とかもこう,うまく噛み合わなかったりするとこもあったかもしれないんで、まあ、滞在時間的にはもっともっとも少ない情報しかあの話できなかったかもしれないですね実際そうですね、うん、まあもしね日差し様が熊本に旅行にね行ったんだとしたら椎葉ニ子さんが亡くなったね原因の一つは日差し様かもわからないってことではいまあそれはねこの冗談にしてもね この災者様の旅行が原因の、ね、可能性は十分に、ね、あるかなということで、うん、まずね、この久災様がこの村に来たことがニュースになってね、本当にね、行ったのかとの話題になって、やけどの方に詳しい90代のおばあちゃんにね、話を聞いたとなったら、柴邦子さんしかいないんでね、取材とかもあったかもわからないですけども、うん、まあこれ、ね、取材がなくてもね、近所の人から、まあ、そういった話になるかもわからないということで、うん、まあそれで被災者様がね、来てなければ、嘘をね、つかなければいけないんで。 この罪悪感からね、まあ、体調を駆動した可能性もあるかなってことで、えー、逆にこれね、本当であればね、久しさまの無表情に、まあ、恐怖感をね、覚えて、体調を駆動した可能性もあるかなってことで、<laughs> まあこの辺がね、まあ、どうなのかなってことですね。うん確かに久しさま、表情豊かではないですからね。そうですね、うん。話してても興味あるのかな、この子って思ったかもしれないですね。<laughs> そうですね <laughs> う<ん>まあちなみにね、天皇皇后陛下のインドネシア訪問についてね、令和流の国際親善訪問と報道されてましたけども、はい、まさかさまもね、日本語を学ぶ学生とのね、 交流とか若い世代との、ね、交流も、まあ、形跡を、ね、する予定でしたけども、うんまあ、体調が良、ね、かったので、まあ、同行されたということで天皇陛下も、ね、ぶら下がる取材でかなり、ね、長文の回答をされてましたけども、うん、あれも、ね、本来ならばないことも、ね、十分に考えられましたけども、はいまあ、天皇陛下が、ね、時間をくっつかれて、まあ、しっかりと記者の質問に答えてね雅、まあ、子様が自然な笑顔で接、まあ、してね嬉しかったこともあってね、まあ、長文で答えたのかも分からないですけども、うん、やはり雅、まあ、子様まは、ね、海外を舞台に活躍をされた方だからね インドネシアでエネルギーを、ね、吸収して元気になったのかもわからないですけども、<ー>あこれね、学生さんはこの将来外交官になりたいと言っていた人も、ね、いたので、まあ、その時の外交友とかでも、ね、目がキラキラしてましたけども、<ー>まあ今回の目的はね、当然まあインドネシアと国際親善ですけども、まあ、それと同時に、ね、天皇陛下と雅子ク様がそろって出席をされるということで、まだ、ね、万全ではないから、西洋とかも最大とかもありましたけども、それでもそ、ね、ろ、まあ、って海外に出席ができたことでね、まあ、今後、ね、放、ま、映、あ、とかも。 まあ楽しみかなという,ことで,そうですね昨日お昼過ぎにね、お二人とも帰ってこられましたけど、羽田空港の方に。そうですね。すごいいい表情でね、お二人とも、なんか元気な感じというか、行ってよかったなと思いましたね、本当にそうです、ねうんまあちなみに、この天皇陛下はね、ことのジョグジャカルタ郊外の世界遺産のね、ボルブドール寺院を視察をして、回廊の壁に描かれたね、レリーフといって、浮き彫りやね、仏像を見られたるんですけども、はい、そこでね、阿さん様が探していた鶏のね、 レリーフも撮影ってことで、これね、上皇ご夫妻や、アクシさんがご夫妻もね、過去に訪れていてね、あんな役から以前に、アクシさん様がね、鶏のレリーフを長い時間ね、探したことを聞いて、そのレリーフをカメラで撮影してね、日本に帰ったら見せますとね、言ってましたけども、まあ必ずね、喜ぶでしょうってことで、天皇陛下もね、これも優しいかなってことで、ここまでね、優しい対応してくれるのに、兄のね、下手くそな演技を聞いてやってくださいってことでね、この大丈祭はね、足引きでやるべきとかね、 よくそんなことが言えますけども、はい、まあそれでもね、この優しい対応をできるところがすごすぎますけども、脇田この天皇陛下に対抗式で、貴、まあ、子さんはね、雅子様に対抗式で、まあ、子供もね、東京大学へって感じなんでしょうけども、うん、まあ普通はね、この対応をされたらね、これまでの行動が恥ずかしくなりますけども、町並子ね、日本テレビとかでも報じてましたけども、まあ、今回の本もね、笑顔あふれたものとなったということで、まあ、特にね、雅子様がバディックの記事を。 ご覧になっていた際にね、うん、つけていただけるんですかとね、まあ、言葉を交わして、バディックを羽織ると笑顔を見せてましたけども、カメラの前でね、このような笑顔は初めてだといあことで、本格的にこのね、令和の両陛下の活動が動き出したと感じられる1週間だったとことでね、うん、まあこれまでね天皇陛下は旅行に行ったりとかすると、ちょっとしたね、家族へのお土産とかを買ったようなんでね、まあ、もしかしたら愛子さまにもね、お土産とかがあるんかもわからないですけども、はい、まあそうにしてもね、天皇陛下は、 ボルボドール寺院の視察はね嬉しかったのか後からね自分込みの写真とかも撮ってもらってましたけども<ー>別にこれねカメラマンとかにお願いできると思いますけども、うん、まあこの辺がね、まあ、自分のカメラで撮ってもらうってところでね天皇陛下らしいですけどもははい、はいあそしてガイドさんもね英語はできて遺跡に詳しい人かね英語はそこまで流暢じゃないけどもね、うん、遺跡にものすごくね詳しい人かっていうところでおそらくね今回のガイドは遺跡にはね ものすごく詳しいけれども、英語はね、それほどでもまあ人だったみたいで、<ー>ガイドもね、拙い英語をお許しくださいと言ってましたけれども、<ー>そうしたらね、天皇陛下が、まあ、ノーノーノーと言ってね、まあ、明快なご説明でしたよとね、まあ、返されてましたけれども、優しいまあこのね、ガイドさんもユーマーを交えててね、遺跡の意思を一つね、修復するのに、1年だから、まあ、このね、4つで4年なんで待ってもらいますことね、情、ま、報、あ、言って笑わせてましたけれども、ほほあちなみにね、インドネシア訪問中に収穫をされていたホテルはね、日本食の総理長を務める、 諸井國弘さんが、まあ、調理を、ね、担当ということで、世はい、はい、ティの関係で食事はね、部屋になるので、毎回ね、弁当として出したいということで、うんまあ、体に優しいものを中心に、地元の料理とかも出したいとか、体調管理が一番ね、大切なんで、うん、生物は出さずにね、いかにまあ喜んでもらえるかだけを、まあ、考えて出さたいということで、お<ー>日本で修行を積んで16年前から、マレーシアとか中国にね、ヨルダンやアメリカのね、高級ホテルで料理長を務めてきた人ということで、チャーハンにだね、 インドネシア料理のナシゴレンとか、温野菜に紙のあるね、ピーナッツソースをかけたガドガドとかね、独特の料理とかもあったようですけども、うん、まあ調味料にはね、朝子が使われてたものもね、まあ、もしかしたらあったのかもわからないですけども、えー、まあちなみにこのね、天皇陛下がね、ジョコジャカルタで宿泊したホテルは、ディーン・フジオカーさんの妻の一族がね、敬愛ってことで、えー、まあインドネシア屈指のね、五つ星ホテルの一つで、はい、このホテルをね、妻の一族が敬愛ってことで、やばいですけども、うん、まあ廊下にはね、ディーン・フジオカさんの写真があって、 まあ時期日の、ね、もあるとだからその、ね、ディーン・フジオカーさんのファンの間では、まあ、聖地になっているということでジャカルタ出身の、ね、奥さんとは2012年に結婚ということで、うん、奥さんの、ね、一族はホテル以外にもこの音楽関係の会社とかも経営ということで、うんまあ、彼らの、ね、一族として、まあ、ディーン・フジオカーさんも音楽活動とかはしているようですけども、はい、ドリカムの吉田美也さんもラジオでね才能を感じるアーティストとして紹介してますけどもへ<ー>まさ、あ、にこのね 逃走劇の映画の取材家としてもね、マサイを採いてるので、なんでそこなんだという形の疑問もありますけども、まあこれもねすごいなってことで、まあ小さい映画だったらね、スポンサーになるから取材家をねやらせてって形で言ったらやらしてくれそうだけども、あなるほど。まあこれもねどうかなってことですけども、まあ全然歌手ってイメージじゃないですけども、まあ俳優ではね有名作とかね結構あって、お金だけじゃね解決できないですけども、まあでもねやっぱり安島健に関してはお金だけだね。 パ付けをねしまくってってことでいろんなことねまあ久々さんもね今年はどうするかなってことですね <laughs> 本当ですねまあ情報はねもう今のところ完全に封鎖されてますけどまあ何かしらいきなり出てくるんでしょうね何か賞を取ったとか <laughs> そういう情報がまあそれがね焼きさんね、まあ苦しくなったかなことかなんで、うん、まあ今後ね取、まあ、っちゃってんかんないとこの方皆さんもねコメントもらえてほしいですねそうですねぜひコメントくださいあとチャンネル登録,登録の方もお願いしますよろしくお願いします